で、自分にももちろん弱点ができているのですが、相手にも霧を発生させているというところが大変重要なポイントになってきます。こんにちは、柳沢です。今回ご質問にお答えしていきたいと思います。このようなリクエストをいただきました。二段バネの意味や効果、戦略などを解説してほしいです。自分は二段バネというものは打つと相手に切られるので、それ自体を打ってはいけないと未だに思っているのですが、高段の方は割と当たり前のように打つし、その相手の方もすぐには切らないということがあって、両方ともなぜだろうと思います。ステージの一種なのでしょうか？というご質問をいただきました。ありがとうございます。というわけで今回のテーマは二段バネです。二段バネというのは、まずこう跳ねまして、で、こう白が跳ね返してきたときに、まあ、さらにまたこう跳ねるというものですね。見た目の通り、まあ、こう二段の階段みたいになっているので、まあ、二段にわたって跳ねているということで二段バネと言います。まあ、これが有効な場面は大変多くてとてもよく使う手段ですね。まあ、その効果としては、相手をこう力強く抑え込んでいく感じですね。まあ、こう二段バネしないでこう、例えば伸びですと、白もこういう風に、なりまして、こう、黒がね、打って、ここで白のこう、侵入をストップしたのと比べて、こっちの黒地が全然違ってきますし、まあ、白地もね、ちょっと増えてきますよね。まあ、こう二段バネできるかどうかっていうのは、本当大変な差を生みます。でもちろんですね、そのちょっと頑張った手を、打った分、自分に弱点が発生することになります。まあ、こう、ご質問の一つは、相手に切られるので打ってはいけないのではないかというものでしたが、まあ、おっしゃる通りね、確かにこう、切りがね、こう、発生しているわけです。もちろん、それについて対策があるときに、二段に跳ねるということになります。まあ、二段までが有効なね、非常に典型的な例というのが、まあ、今、並べているこの形なんですね。まあ、これ、例えば、こう、切って、まあ、これは黒、すぐ行ってですが、そこでこう打たれるとこの黒石は取られてしまうわけですよね。しかし白にねそれ以上の弱点がありますよね。ここでこう切っていくとこの白とこの白の両あたりになるということです。まあ、もし続いて、こういう風に取ればここを抜かれてしまってこれ白の方が、ひどい損害になっていますよね。まあ、他にはこんな形もそうですよね。ここでまあ黒が跳ねて、まあ、白が跳ねてきた時にこう二段まですると。これももし白がこう切ってまあ、このように打ってきましたら、黒はこう逆襲することができますよね。まあ、ですから、実際には白はまず自分を守ることになり、そしたら黒もこう守っておけばいいわけですね。つまり、この二段バネしたことによって、自分にももちろん弱点ができているのですが、相手にも弱点ができていると。相手にも霧を発生させているというところが大変重要なポイントになってきます。したがって、こういう場面だったら二段バネできませんね。ここで跳ねて、白がこう来たら、これはもちろんこういう風に打ってしまったら、こう切って、まあこれは一方的に黒だけが、弱点がありますから、これは取られて意味ないですね。この場合は黒は二段バネせずに、もちろん伸びるべきですね。まあ言い方を変えますと、跳ねて、白が跳ね返してきた時に二段バネするというのがまあよくあるパターン。ということになりますね。この形だったら、これ、跳ねて、白がこう打つとは、これ、跳ね返してはいないですよね。白の形に弱点がないという形なので、まあ、この場合は二段バネできないということになります。というわけで、まとめますと、なぜ二段バネをするのかというと、その方が圧倒的に字が得だからです。そして、自分の石が切られるのになぜ大丈夫なのかというと、その答えは、相手の石にも切りができるからということでした。まあ、これで、一応いただいたご質問には答えになっているんじゃないかなと思うんですが、ただし、この答え一本で、このすべてをね、説明できること5は甘くないんですよね、これが。確かに、ここまで非常に典型的な二段バネをする時のね、二段バネが非常に有効な時の形をお見せしてきましたし、まあ、実践でこれ大変よくできます。でも今のまとめも一つの真実ですし、まあ、最も基礎になる考え方であるということは間違いないです。しかし、この二段バネというのはまだまだ奥が深いです。これ高度な応用法もね、いろいろあります。また、次回から少しずつ、その辺も踏み込んでいきたいと思います。はい。というわけで今回は以上です。この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録、そしてツイッターのフォローもぜひお願いします。ご質問があれば、コメント欄に書き込んでいただくか、画像を投稿できるフォームを作りましたので、そちらをご活用いただけると、嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。